皆さんこんにちは、留学生ジンです。今日話したい内容はですね、左右分け、左と右を分ける人について話したいと思います。まあ左と右という表現をしたんですけど、上と下、真ん中と右、右と上みたいに何でもいいですよ。チーム分けという言い方がいいかもしれないですね。留学生 TV、まず私たちは、私も含めてですよ、こういったチーム分けということを一回ずつ経験したことがあると思います。もっと簡単に説明するために、子供の時を振り返ってみたいと思います。子供の時にこういう友達いるんですよね。あいつと遊ぶなよ、あいつと遊んだら仲間入りしてあげないぞとか。で、あの悪いという友達がもし私にめちゃくちゃ優しい、なんか飴をくれたりお菓子をくれたりすると、あ、いい人かもしれないという純粋な考えを持つんですね。まあこれが普通に当たり前だと私は思います。ただその中でもね、ちょっと主張が強い人とか、みんなに好かれるグループの中でリーダーに見える人、そういう子がね、あの子悪いから遊ぶなよと言ったら遊ばないようになりますよね。そして中の人の中でも一人ずつ排除していく時もあります。なぜ自分には優しい人に対しても仲良くしてはいけないんでしょうか。まず大きく2つに分けることができると思いますよ。その子供はね、グループを分けることによって自分が正しいという指示をしてくれる子供をタダで得ることができます。何も難しいことがないですね。何も力を使わなくても、自分に反対する意見以外に賛成をする人の指示をもらうことができるんです。そして2つ目は、自分が発言した言葉を何も責任を取らずに正しいと正当化ができるからですね。これもめちゃくちゃ簡単に正当化ができるからです。もし自分が好きじゃないグループの人が、仲間じゃない子供がね、もし自分に優しくしてくれた、でこの人はいいかもしれない、でもこの人を褒めてしまうと、今自分が属している子に嫌われるのが怖くて、自分はそう思ってないのに結局非難してしまうということですね。ただこの子は自分の仲間、そして自分を懐いてくれる仲間がいるので幸せかもしれないんですね。ただこれを見た大人は、その子供に向かってみんなと仲良くしなさいという家庭教育をするのが普通だと思います。それは韓国も日本と同じだと思います。ただこれがね、なかなか治らない人が意外といます。韓国にも日本にもいます。大人になってもそういうことをやります。なぜ？自分の見方を作るのがめちゃくちゃ簡単で、自分が言った言葉を正当化させるのもめちゃくちゃ簡単だからです。こういうのはね、結構偉い人、リーダー、そして政治家たちがよく使う方法です。そしてそれをリーダー同士は、そうやらないと自分たちが食っていけないっていうのを多分知ってると思います。そして自分たちを従う何も知らない仲間たちにずっと対立しているところを見せています。まあリーダーはそれが生存の方法なのでいいかもしれないんですね。ただ問題は、リーダーでもない普通の人、自分がリーダーになろうとしない人、一般の人がそういう考えを持つっていうことですね。先ほど言ったように、自分に優しく飴とかお菓子をくれる子供に対して、あ、この子はイメージは悪くなっているかもしれないけど、私には優しい子だと自分自身の考えがはっきりいる子であれば、それは自分自身の人生を歩んでいけると思います。ただそれを特定の人物によって強いられて、自分は何も考えずにそれが正しいと思ってしまう途端、自分の人生のために考えることができなくなります。こういう言葉があります。생각하는대로살지않으면사는대로생각하게된다。自分が思った通りに生きていかないと、生きていく時間の流れに合わせて考えてしまう。なので結局自分の思考がなくなるということです。何も考えずに、ただみんな悪いと言うから、そして仲間に見える人が悪いと言うから、これはね、別に右左という表現をして政治家だけに言いたい話ではありません。誰の話も聞かない、ずっと自分が正しいと思っている人がいました。それは仲間が言っても聞かない、別に仲良くない人が言っても、まあ当然聞かないですね。ただあの人は夢がありまして、自分がやりたいのが、まあ料理だということで、ずっと勉強したり、いろんな友達とまあ一緒にね、大人になって仲良くはしていたんですけど、自分だけの意見が正しいと思って、結局自分と意見が合う友達としか連絡をしなくなったんですね。で、私たちの普通の友達は普通にね、苦労しながら、まあ留学したり挫折したり面接落ちたりとかね、まあ試験から落ちた友達もいれば、ただみんなね、お互いにね、力になってくれたり、結局転職して年俸も上げたり、結婚したり子供ができたり、幸せに住んでいるんですけど、あの友達はね、結局自分が被
引いた線で自分が作った自分の仲間の中で自分の仲間たちと一緒に未だに仕事もできず勉強をしています。勉強自体がね悪い意味ではないです。ただ同じことを10年以上やってるけど何も成長が見えない状況ですね。本当にいつかね成功して定着することを祈りますけども、その考え方を変えない限りかなり難しいんじゃないかなと思います。私が言いたいのは今わざわざチームを分ける必要がないということですね。 A に対してはこっちの意見が合うかもしれない、 B に関してはこっちの意見が合うかもしれない、まあグループ自体は分かれてるかもしれないんですね。例えば国が違ったり性別が違ったり年齢層が違ったりいろんなグループ分けがあると思います。これはわざわざグループを分けなくてもすでに社会で定まったグループっていうのがありますね。ただそれはリーダーが分けたものでもなくて自分が生まれたら受け入れるしかない環境というグループですね。その中ではもっと柔軟に相手の言葉に耳を傾けて聞く必要があると思います。そして特に理由もないのにひたすら相手を非難する人はいつかそのグループの中でも仲間外れになると思います。皆さん自分の周りの人を見ても成功してる人偉い人こそ勝手に人を非難したりしないと皆さんも気づいていると思います。そしてそういう人は年寄りの話も同僚そして部下の話もよく聞いてくれる人です。そしてそういった言葉も自分自身を変える言葉になると信じている人だと思います。特に理由なしで特定のリーダーのポリシーに従って自分は何も考えずにただ自分のグループじゃない人を非難する人注意する必要があると思います。そして私の動画を見てくださる皆様、私もね足りないところがいっぱいある普通の人間なので皆さんからの指摘そしていろんなコメント意見を聞きながら私も今何ヶ月も成長してきたと思います。本当に皆様のおかげだと思いますし私も皆様に少しでも役に立つような存在でいたいです。私にねいいところがあるかわからないんですけども、もちろん悪いところがたくさんあってもいいところがもし一つ見つかりましたらそれは吸収できるようにしてください。そういう人が一人でもいたら私はとても嬉しいと思います。はい、今日は以上となります。また新しい動画でお会いできればと思います。皆さんアンニョン、バイ。ありがとうございます。こちらの動画も見ていただければと思います。そしてチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録をした後にですねアラームの設定をしておけば私がアップする動画をこの携帯で見ることができますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。